これはさすがに無理だろ。え、これ当たんの？いや、これかなりいいよ。竜、影いいっすか。あ、確かに竜の波動。まあまあ順番に行こうよ。アセリナ・サンナってバルログ、確かにバルログも気になる。アセリナ・ハンナって、まあ大波動よね。まず大波動の速度アップ。お、早い早いね。これじゃん。あ、早っ早い。いや、早いっす、これ。いや、結局この弾に対して弾抜けされるとかシフトされるって、まあ結局ね、何が問題かって、まあ発生と弾速、そこなんですけど、これ弾抜けは結構難しいと思うよ。この速さは結局これ EX ぐらい速いでしょ。ほら、 EX 弾抜け結構難しいじゃないですか。で、しかも EX は光るから、それでもその早いけど光るからっていうのがあるんですけど、まあ、それと同じ弾速で飛んでくるから、トリガー中はどうなんだろう。トリガー中も速くなってるね多分。いや、これかなりいいよ竜。まずこの時点でダメージ10上がってますからね。これ70/10上がってるんで、だからあの1ラウンドの中で波動がまあ 2,3 回ぐらい当たると、まあ、しましょう。ってなると、まあその20から30ぐらい、今までよりも、まあ根性値とかいろいろあるからちょっと厳密ではないですけど、まあ20、30ぐらいは変わってくると、1試合の中で、1ラウンドの中で。で、その20、30って結局さ、体力が、まあ、25刻みじゃないですかこのゲーム。だからその体力25分、1025のキャラも、まあ、1000ぐらい今までよりね、っていう感じで、やっぱ10アップはでかいんで、まあ単純にこれ、そのあと削りね、削りも増えてます。削りも10から12、うん、10から12なんで、まあまあこれもね、ガードさせた時のリターンも分かってるんで。で、今はまあこの立ち回りの球で考えてるけど、別にね、これで普通に中足波動ってやる分にも、これにも別に増えてるから、って考えるとかなりでかいです。で、この弾速なんで、かなり面白いね。これはいいキャラ、弾、いや、いいね。これは楽しいよ、多分使ってて。大パンクラカンはどうなる？あー、なるほど。近め、竜巻でいけそうかな。うん、まあまあ、これはあれだね。大パンって単発でクラカンした時のリターンがなかったんで。で、まあ、ダイゴスが2段目キャンセラー、まあいいじゃないですか。あとはこれか、中大か。これね、これが吹き飛びになったと。で、キャンセルは可能。ダメージは？まあ、この TC はね、うん、そうね、別にこっちの方が高いから。ただ中パンがちょっと遠目で当たった時、ここの距離ってこれが当たんないんですよ。で、この時ってまあこれにしたりとか、まあ、これにしたりなんですけど、一応この微妙な距離の最大になるかな。シャガ中カウンター確認から、あ、そうやね。だからそういうのも増えるね。だからちょっと遠めの最大。で、ちゃんと入るね。EX ソフトも入るから。あ、で、これね、あ、熱いね。確認もできるから。これ結構、使うとこあるわ。そうやね。コパンカウンターとかからも。今までは、まあ、こんなんすよね。これが多分、これいけるから。あ、もう一声だけど、まあでも、ちゃんと判断したいね。遠目は。まあ、ここまで遠いのも、チワシも届かんから。こんぐらいであれば多分いけるな、それ。いや、これはね、あります。使いどこあります。まあ、こうやって歩き、こうやって、中パンから歩き中パンとかで潰したときに、
ちょっと頑張りどこみたいな感じ。対空弱小力は真空当たる、真空当たる。ほう、おお、スト4や。なるほど。あ、そうか、弱速投の間合いが伸びてんのか。これ無理だよね。なるほど、まあ早め対空のリターンが増えてるね。あー、でも弱小力対空いいね。ここそのこうなるんですよ。まあこうなって振り向きでやるしかないんですけど、早め弱小、あー早め弱小いいね。普通にまあ分かりやすく言うとこういう状況、端で逃げる前ジャンプに対していけるから、これ EX 竜巻もいけるんじゃない。無理か。まああと普通にこれと並行して昇竜 C がちょっと当たりで安くなってるらしいから、これはさすがに無理だろ。え、これ当たんの。え、マジこれ当たんの。 これは無理よね。これはさすがに無理。さすがに、これさすがに。あ、これ当たる、これ当たると嬉しい。あ、おお、これは無理か。あー、でもこれやっと来た。これシーズン1から一生当たらなかった昇竜 CA が。じゃあ弱小ルシーいらんな。振り向きも余裕でいける、余裕でいける、いいじゃない。出ない、いいじゃない。足玉でしょ。弱小竜はいらないで。ただ弱小竜は一応使いどころとしてはあれかな、めくりかな。めくりに弱小竜相打ちってしたときに、あの追撃がさ、相打ちして、相打ちしない、相打ちをしない、相打ちしない、相打ちしない。あ、来た。相打ちの後に相打ち EX 速度いけんかな。まあこれ正面ではあんま使わないけど、めくりでやった時にきつそう。画面端だと強勝竜入らん。強勝竜多分カス当てになる。ダッシュ強勝竜、あ、無理だね。 EX 勝竜かな、うん、EX 勝竜は入るけど、まあ速投とかでいいかな。速投とか EX ハード、まあ相打ちは多分この正面では使わないから、めくりの時は距離が近いから、そもそも前の段階で弱速投入るんで。なるほど。で中足弱速投か、速投が伸びて先端確認、これが繋がらなかったんですけど、お、これつなー、あー繋がるね。でこれが繋がると何がいいかっていうと、 CA にね行くルートが増えるから、増えるというか、今まではこれ生 CA しかなかったんで、竜巻から CA もできない、まあ昇竜当たらない、まあ波動確認すると繋がらないんで、いけなかったとこがこれ伸びますね。であとはこれは一進、これの時も一緒で、結局こっから一進できない、昇竜も波動もちょっと不安定なんで、これだったらこうやっていけますね。でこれ一進 CA か、おっかっこいい。ただ補正が乗るのか、だから思ったよりトータルダメージが伸びないね、うん。だ対空昇竜一進 CA とかもあるけど、ただこれもねちょっとダメージが控えめだと思うから、470だもんね。で昇竜 CA ができるようになってるんで、でそれで408減るから、そう補正がちょっと重いね。まあここまでいくと、まあ、どうせ 50% だから、まあまあ単純に火力は上がってます。うん、まあチャンスは増えてる。てか単純にそうだね、一進 CA より対空 CA の方が嬉しいから、昇竜 CA が思ったより入ったから。いや竜はやっぱかなりいい調整
大波動いいじゃないですか、即答いい、まあ TC もまあいいといいでしょ。で弱小流、弱小流体育もね思ったより良かったですね。なんか CA が入るっていうのはよりは、やっぱ橋の鳥かごのところとかめくり飛びに対しての早め弱小流追撃っていうムーブが、あと入り身か、入り身カウンターかね、あとはまあ電陣使っても終わらない、トリガーが終わらない。おお、で残した状態でいけると、ああいいですねこれは。でもきた、キュピーン、これ何が入んの、なんかキャンセルできんの、あれトリガーキャンセルしてくださいってことか。状況はいい、そうやね。まあでもここねトリガーキャンセル、状況は置き攻めできるかな。これ多分固定ダウンです。あの壁バウンドって固定ダウンというか受け身を取るか取らないかの2種類しかないんですよ。まあ要は後ろ置きがなくて、その場置きか、前ってこれ置き攻めできなかったよね。なんでまあ強化は強化よ。ただ見た目の派手さの割にって感じ、なんか思ったよりは派手さの割には控えめだなって感じですね。うん、まあまあ、 あの強化する普通に。まあ、跳ねなくても良かった気はするけど、ね、単純にあの吹き飛びを増やせば良かったとは思うんですけど、なんか跳ね返ってきた、跳ね返ったゆえのちょっと期待が、我々が期待しすぎた感はある。まあ竜はこんな感じかな。まあ良さそうだけどね。まあ全体的には結構上位キャラも落ちてるから全然いけると思います。ルーク、まあルークと比べた時にそのやっぱ竜の持ち味の弾がルークでいいじゃんだったけど、この竜の大波動だったら多少打てるけどね、波動は多少ね。ああそうだね。でサンドブラストのダメージ10下がってるんで、ルークの波動がダメージ50で、で竜の波動はダメージ上がって70なんで、意外とその弾でっていうところで言うとそんな遜色はない気はする。